池髄師の話、池髄師の話、昔ですね、池髄師にやられまして、どういうシチュエーションだったかというとね、大きな街道があって、で、まあ、歩道みたいなとこがあって、まあ、自転車も走っていいですよみたいな、そういう歩道なんですけども、でそこを走っていて、で、ちょっとしたコーナーみたいな、ちょっとした曲がり角みたいな、まあ、完全に90度じゃないんだけど、ちょっと緩やかに曲がってるような、そういうところがありまして、でそこでですね、曲がろうとした時に、なんか知らないけどガツンとね、足の甲が石に当たったわけですね。で足の甲はペダルとペダル踏んでますから、そのなんていうかな、ペダルと足の甲と石、これがサンドイッチみたいな感じだって、足の甲をひどく痛めるというね、状況がありました。まあ、転びはしませんでしたが、ちょっと止まってね、痛みに耐えるみたいな、ブルブル震えるみたいな、そういうことがあったんですね。で普通ですね、普通漕いでたらその足をぶつけるなんてことはまずないんですね。しかもちょうどこう石とね、ペダルの間に足が挟まるみたいな、そういうことはまずないんだけど、その時はなぜか、そういう事故というか、まあそういうねことを起こしてしまいまして、でパッと振り向くんですが、なんかこう池髄師っていうのが角っこに置いてあったんですね。池髄師って何かっていうと、その車とかがこう家のね、角とかをこう曲がるときに家の塀をこすったりするわけですね。と家の塀が傷ついてしまうと、だからまあ車も当然傷つくんだけど、家の塀がねガリガリされるんで、その塀の前、塀の角っこのところに石を置いとくと、石を埋めとくんだけどね、デカめの石を半分埋めとくと、そうすると車が曲がってくると、まず池髄石にタイヤが当たるみたいな、で壁はね、守られるみたいな。もちろんこの池髄石は自分のね、あの敷地ギリギリのところに置いとくので、まあ合法なんだけども、でも車としてはまず池髄石に当たるというね、そういう、まあ防御というかね、それがあるんだけども、そこにそこの角のところにですね、池髄石が置いてあるというか埋めてあって、もう本当にヘルメット台のでかい石ですよ。うん。でそこに私が足をぶつけたわけなんですね。で普通これだけの石が置いてあったら分かるわけですよ、見れば分かるからね。でも分かんなかったと。特になんかよそ見していたわけでもないですし、おかしいなと思ったらですね、その池髄石の周りっていうか、池髄石までの道のりの、この道のこのサイドのところに腰ぐらいの生垣がね、バーッと花壇というか生垣がバーッとあって、その一番角っこのところに池髄石がボンと置いてあると。だから自転車で走るときはこの池髄石にが 見えないというかね、生垣があって池髄石が見づらいというかね、そういうものなんですよね。それでやっちゃったんだなと思って、はい。でまあ、気をつけようと思うんだけど、でもそこはね、家からすっごい離れていて、それで5年に1回ぐらいしか行かないとこなんですね。うん。で次行った時もそのルートを通るかどうかもわからないし、だからなんか地図上にチェックしとくのもあれだし、覚えてられないし、どうしたもんかなと、そういうまあ困った状態をね、感じていたんですが、記憶の中をガーッと辿るとですね、なんかそこで過去にもう一回だけ、過去にね一回同じようなことをしてるぞみたいな、そういう記憶が出てきたわけ。その池髄師で当てたのは5年ぐらい前ですけど、10年ぐらい前にも一回ですね、どうもその辺りで池髄師に足をぶつけてる、同じようにね足をぶつけてることがあってたような気がするんだけど、もうその記憶も曖昧で、足の骨でも折れてればですね、それは記憶してると思うんですね。でも足をガーンとぶつけて痛たってなって、別に、骨も折れてなくて痛みだけなので、まあすぐ治るわけですよ。うん、痛みそのものは
もう1日ぐらいで なくなっちゃいますからね。ですからね、10年前にも確か同じようなシチュエーションで同じような場所、だからそこですよね、そこで足をぶつけたような気がするなと、そんな風にね思っております。